ビジネス日本元気にする就活海外ホットカイトプロの田中です。カタログからまた一つ紹介しますね。ここに須田コクタ、はい、須田コクタの賞をここ一つ紹介しますね。で、須田コクタはね、もともと抽象芸術の人なんですけども、司馬遼太郎との出会いを通じてですね、抽象から具象にこう返ってくるという、まあ、普通と逆のパターンをたどるんですけどね。一方で書も非常に有名でですね、最近書というとやっぱりなんつうと井上雄一、それから最近篠田桃紅がね割と流行りなんですけども、なんていうかな、この須田コクタの書っていうのはね、イメージが明快なのがね、いいんですね。まあ書家の書というとですね、ちょっとあえて分かりにくく書くというか、字は分かんない、読めないのがかっこいいんだみたいなね、そういう嫌いがあるんですよ。というのはですね、やっぱりその明治以前のものって今の人にちょっと読みにくいじゃないですか。特にその平安とかの書とか、まあそれか室町時代の書って今の日本人にとってはとっつきにくいですよね。旧仮名使いもあるしね。で読めないところがいいみたいな、ちょっとそういうのなんだけど、でもやっぱりね、読めるのがいいっていうね、本当はそういうとこあるんですよね。で、須田コクタとか宗像志功、まあ宗像志功ここにいますけど、書は、まあ大体読めないことは書かない。で、そこはね、結構ポイントになっててですね、可読性があって、しかもその書の勢いがあるというね、そういう書をちゃんとですね、須田コクタやったんですね。ということで、須田コクタの書とか、抽象芸術ね、もしありましたら、買い取りいたしますので、ご連絡いただければと思います。連絡先はこの動画の下の欄をご覧ください。